はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は改めてという感じですが、スタジオ1のオーディオノック本体についてお話をしたいと思います。なかなか DAW の世界ではクオンタイズというのはもう当たり前です。例えばクオンタイズといえばこのように箱を作ります。そして今適当にピアノを弾きたいと思います。録音のマークをつけまして、そしてピアノを弾きます。じゃあスタートします。はい、このようにピアノを弾きました。ピアノを弾いたといっても、僕は特にピアノが苦手ですので、このように今ズレズレの状態で弾かれています。MIDI ではもうどの DTM のソフトでも、ここでスタジオ1の場合は Q のボタンを押すと、このようにクオンタイズされます。はい、今16分音符でクオンタイズしたんですが、そしたらズレズレだった音がこのようになっています。ちょっと音源を入れて確かめます。はい、このようにして特に大きくずれたところはやはりいくら機械といえども直してあげないといけません。この音符なんかがそうだと思います。これを後ろに下げます。そしてここらもそうですが、突っ込み、なぜこんなことになるかというと、今クオンタイズを16分の1というのに設定しています。あまりにもずれすぎたときは、自分の思いとは違う場所に入ったりするからです。はい、気になったのは多分ここぐらいだけなんですが、もう一度聞いてみます。はい、これで収まりましたね。基本的にクオンタイズというのはこうやって MIDI で音符を入れた時などに修正をする機能です。最近はどのソフトウェアもオーディオのクオンタイズというのができるソフトが多くなってきていますが、ちょっと見てみてください。このギターは今 78bpm というスピードで弾いていますが、まあ人間誰が弾いてもこのように前に行き過ぎてたりする部分がたくさんあります。ちょっと全体的に前に突っ込んでるって感じがしますけれども、いろんな DAW のソフトでは最近はそのようにオーディオもクオンタイズというのができるんですが、案外設定がややこしかったりする部分があるんですが、スタジオ1のクオンタイズは至って簡単です。今どのぐらいずれてるかをちょっと見てみます。今3小節目の頭がこのぐらいずれてるんですね。お分かりでしょうか。じゃあこれで Q を押してクオンタイズをやってみます。1、2秒分析してきれいにここがなっていますよね。そしてちょっとこのように頭から入りすぎて
微妙な音が残っている場所もあります。ツールを上のようにセッティングしておいて、そしてこの線をダブルクリックするだけでこのようにつなぎ合わせてくれます。他のとこも見てみましょう。今回は16分の1で合わせたんですが、綺麗に合っています。どこを見てもほぼ間違いなくなっていますね。こういうところで分析点が足らないときは、ここらで線を新たにつけて、そして任意に前後したいときは、これで前にやったり後ろにやったりすることができます。このようにして見ていくと、もうほぼ完璧に近くなっていますし、このようにスライスのラインが余計に2つできたとき、こういうときはここで後ろ側が必要ないですのでダブルクリックします。そしたらこのように綺麗に音をつないでくれます。はい、スタジオ1のクオンタイズというのは英語の Q というボタンを押すだけでこんなに簡単にオーディオがクオンタイズ、いわゆるテンポに照らし合わせて修正をしてくれるようになります。これでちょっと聞いてみましょう。はい、どうでしたでしょうか。短い動画ですけれども、このようにやってみました。今日は10月7日です。明日2021年10月8日夜21時から久しぶりのライブをします。そのライブはインスタコンポーダーという WA プロダクションが出した最新の作曲を支援してくれる人工知能のソフトウェアです。もし明日お時間がある方はぜひとも覗いてみてください。皆さんのお越しをお待ちしております。村長でした。